辛抱ならではの技とは何なのか。お母さんが運んできたのはしんのすけくんが大好きなリンゴ。しかしこの家にはあるルールが。その時なんと体が浮いた。前足だけで体を支え宙に浮いたままリンゴを食べています。テーブルで上がってないよ。最初はそんなじゃなかったんですけど、最近はこの辺りの筋肉がムキムキになって。というわけで堂々の1位に輝いたのは執念の技を秘めたしんのすけくんでした。なんとスカリンさんの用意の合図でしんのすけくん得意のポーズ、お見事。そして食べないの？Yes! そう、しんのすけくん、良いの合図でいつもの体勢を取り、宙に浮いたまま、待てができるようになったんです。